まずはロビンソンがどこにいるか特定します。何カチカチやってんの。こうすればロビンソンビビるかなと思って。なるほどね。ロビンソン、こうやってね話しかけながら行くとガタッとかなんか物落としてくれたりとかしてここにいるよってアピールしてくれる。メルの声聞こえてるのこれ。あ、 V を押すといいよ。おいおいって圧すごいんだよな。え、これロビンソン倒すんだよね。倒さないよ。どこにロビンソンがいるかっていうのと、ロビンソンがどんなお化けなのかを特定するだけ。あ、そっか。倒さないよ。そんな暴力的なゲームじゃないよ。あ、そうだったんだ。知らんかった。いい。わ、お、すごい。デュアルモニターじゃん。ロビンソンさん、ゲーム実況してる。ゲーマーね。ゲーマーかも。そうそうそう。ロビンさん。ロビンソンさん、コラボしませんか？コラボしよう。でも、メルメル意外にビビらないんだね。え、だってさ、倒さなくていいってことは、つまり敵じゃないってことでしょ？まあ、殺しにかかってくるけどね。え？え？倒すほどの倒すほどの強さがこっちにないだけなんだよ。そうなの？そう。そんな、あ、だからやられるときは一方的にやられる。そうか。強くなりたいね。強くなりたいね。アピールしてください。出ないなんてことある？パソコンの履歴見るぞ。それやばいね。すぐアピールするけどね、祭りだったら。何調べてんだ？それ聞かないでください。さしてください。さしてください。やめてください。ハッピーバースデートゥーユー、ユー、ハッピーバースデートゥーユー、ユー、ハッピーバースデーディアウィリアムズ、ウィリアムズ、ハッピーバースデートゥーユー。